ああ、どちらにご注目されそうましょしましたらですう。はね、い。ちょっとバカなニュース、6バ番のニューカ。ス、ほうほう。ああ、はい。脱炭素支援へ官民ファンド1000億円規模、秋ごろ創設とありますが、続けて後半、このニュース、深入りまいりましょう。共同通信によりますと、民間の脱炭素事業に資金支援する官民ファンドの創設を盛り込んだ改正地球温暖化対策推進法が25日の参議院本会議で可決・成立しました。2050年の脱炭素社会の実現につなげるのが狙いで、創設は秋頃の予定だということです。財政投融資200億円を活用するほか、民間にも資金を拠出してもらい、総事業費で1000億円規模を目指すとしています。新たに設けるのは脱炭素化支援機構で、環境配慮や地域への貢献、収益性など国が定める基準にのっとって支援対象の事業を決定、太陽光や風力など再生可能エネルギーの導入、二酸化炭素の吸収源となる森林の保全、使用済みプラスチックのリサイクルなどが候補となりますと、こうなっております。もうバカだよね、本当いに。や、何を考えてんでしょうね。いや、うん、何ですか、その森林の保全とか言っはあ、て、山切り開いて太陽光パネル敷き詰めてんの？もうおかしいでしょ、いちいちやってることが。で、その、脱炭素っていう言葉自体がもうそもそも嘘なわけですけれども、これね、だからその、何度も言いますけれど、メガソーラーとかね、日本でやっちゃダメなものなんですって。もうはっきり言ってますよ、そのエネルギーの専門家の人たちは。つまりソーラ、太陽光発電が全部ダメってわけじゃないんだけれども、大規模な太陽光のね、太陽光だけじゃなくて太陽光を中心にした再エネっていうふうに言ってますよね。それをもう今みたいにもうやりたい放題の方図に、あっちでもこっちでもみたいな感じでやるとね、かえって停電のリスクは高くなるって言ってるんですから。むしろですか。むしろ。で、特にその太陽光の場合っていうのは、昼間しか発電ができなかったりするわけじゃないですか。そういう不安定っていうのが一番困ると。要するに、電力っていうのは、何度も申し上げているように、電気を作ったからといって貯めておくってことができないので、常にその必要な、消費するであろう電気量と、それから、作ってね、供給する、これを常にバランスさせなきゃいけないと。そうすると、そもそもが不安定である太陽光みたいなものというのは、それのバックアップのために火力発電が必要なんですよね。もともとだと、例えば昔もうちょっとこうのんびりした形でやってた時は、太陽光発電もやっていきましょうねとなって、そのバックアップとして当然原発っていう選択肢もあったわけだけど、もう今原発全部止まってるじゃないですか。ということは火力なんですよ。で、つい最近もその火力発電で、この要するに CO2 を90%ぐらい、削減できるっていうすごい技術が実は日本はできたんです。で、これ今度私見せてもらいに行くんですよ。だけどね、そういうものも全然活用する今のところスキームに入ってないんだよね。で、この新たなファンドっていうのも何かっていうと、つまりファンドを作ってそこにお金いっぱいジャブッと入れて、で、申請したらそこにお金出してくって話なわけでしょ。そしたらもう何が起きるか分かってるじゃないですか。みんな安易な方向に行くから、あっちこっちでね、土地を買収してソーラー発電やるんですよ。それで買い取り、電力買い取りとか言っちゃって、私たちの電気代に全部付加されてくるだけの話なんですよ。もう利権の匂いしかしませんよそう。ね。それで大体森林を壊してるのね。でね、これはね、もう一つ皆さん誤解があるといけないと思って、10年ちょっと前にね、私自分の本に書いたんですけどね、その時取材しても愕然としたんだけど、よくなんか森林なんとか税とかあるじゃないですか、地方税で。それぞれの自治体がね、都道府県が環境税という大きな括りの中の、こう森林を守りましょうのための税みたいなのを取ってるんですよ。これ聞くとね、なんかまるで、ちょっとしたお金だから自分たちがちょっと薄くこうね、その税金を払うことで森を守るために使われてるって思うでしょ。実際の通りに受け取れ思ばうでしょ。ええ違うんですよ。これはね、莫大な赤字があるんですよ、みんな、それぞれ都道府県が。はい山を、要するにその持ってるけれども、それが、負債の山になっちゃってるわけですね。ああ、費用で要なはくね、ね、これを埋めるためのものですからね。
決してそんな前向きに、要するに山をねよりよく育てていきましょうとか、そういうことに使われてるわけじゃないんですよ。だからそういう嘘がいっぱいあるわけで、大体がその環境に悪いことばっかりやってるんですよ。で例えばね、そのじゃあなんで日本の山は森林はねろくなことになってないかっていうと、まあ割とざっくり言うと、日本の、林野庁とかがずっとやってきた森林政策っていうのは、はい、高度経済成長の時代のモデルをほとんど変えてないんですね。でそれは何が問題なのかっていうと、高度経済成長時代にはとにかく家をじゃんじゃん建てると、はい、木材足りないと、でまずその、1970年代かな、外材をね、全部解禁したじゃないですか。要するに木材輸入していいというふうにしましたよね。で戦後に、まあ、山にいろいろ木を植えてたんですけれども、なかなか思うように育つもんじゃないから、何十年もかかるからってことで、その戦後にね、外材入れようって言って入れた、とまあ輸入木材入ってくるわけですね、はい、でもだんだんと木は育ってくるわけですよ、その時点で輸入をじゃあちょっと止めるということをするかというとしてないわけで、やっぱりその、まあ、商社とかはね、もう外から買ってくる方が安いから、そっちにどん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 行っちゃって、山の木は捨て置かれてみんなが花粉症になるってパターンなんですよ。でところがそれでもその林野庁とかがもう走り出した路線を変えられないから、木をね植えたら植えただけ補助金が出るんですよ。まあ極端な話すれば、植えることに補助金を出してるんですよ、しかも杉とかヒノキとか、戦後すぐの時に、まあ割と育ちやすいからって言って奨励されたものばかりに、じゃん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 その植えるために補助金を出すから、杉とかヒノキがもう増える一方、でみんな花粉症になると、こういうパターンなんですね。私の少年時代聞きませんでしたからね。そうでしょ、頻繁に花粉症なんて、でね、まあはっきり言ってる人たちがいるんですよ。本来植えちゃいけないところにまで植えてるんだと、もうこんなで全然その 手入れのためにそこに入ることもできないようなところにまで植えちゃってるんですって、補助金目当てね、でもうそれが手のつけようがないという状況なわけですよ、だからもうその山は単に山として確かに木はあってあるんだけれども、決してその保水力もなければね、大雨が降ったら流れてくるしね、そういう状況で手入れも一切できないっていう、そんなことなんですって、でその負債をとにかく消していくために、その森林税とかわけわかんないものをきれいな名前で作ってみんなからお金を取っていると、こういうことなんですよ。だからね、転換ができないんです、日本の行政って。本当に不思議なことに、でも本来はそれをやるのが政治なんだけれども、政治家もそういう行政の上に乗っかってみんなで利権を分け合うっていう仕組みになってますからね、薄く広く、まあ、日本の政治家はね、利権だってその外国の政治家に比べれば額はちっちゃいんですけれども、みんなでちまちまと小市民的に、その、まあ、役所がねずっと行政をやっていく、そのところでこう少しずつみんながこう利権を分け合ってるって、そんな感じなんですよ、だからね、もうこの脱炭素とか本当バカなこと言っちゃいけない、山の木があるから CO2 吸ってくれるわけでしょ、なのになんで山を切り崩してさ、太陽光パネル貼るのが脱炭素なのよ、ねえ。それでね、その、まあ、もう一つ言えば、あれ、まあ何、屋根の上のジェノサイドみたいなもんでしょ、だって太陽光パネルの8割は今いやだってこれは杉山大地さんが言ってるから、私もいろいろなところで広めてるんですけど、要するにあれの8割は中国で作っていて、しかもそのうちの6割は新疆ウイグル自治区、そしてアメリカは、まあ、トランプ政権の最後じゃないや、バイデン政権がスタートした時にそのうちの5社、大手5社を制裁対象にしてるんですよ、強制労働の疑いが排除できないからといって、なのに日本はもう全然何の制限もないですよ、それでもう今や価格負けしちゃってるから、日本のメーカーはどんどんこの太陽光パネルの分野から撤退してってんですよ。だから中国から買うしかないわけ、だから これからもどんどんメガソーラーやってくって言ったら全部中国儲けさせたためのもんですよ、で中国資本が入ってきてね、あっちでこっちでもうやってるわけでしょ、で私実はね明日行くんですけれども、例えば今北海道ではもうどんなことが起きてるかっていうと、メガソーラーじゃないんですよ、
今度は、ね、風力発電をやるとか言って、でその風力発電は一見ね日本の会社なんです。でも裏にやっぱり上海電力がいるんですよ。またですか。でその上海電力がいるっていうのはね、大阪のスキームと違って、大阪の先島のように上海電力が会社にスッと入ってきて、そこをやるっていうんじゃなくて、事業そのものはもはやね上海電力が進化してるんですよ。事業そのものは自分たちはやらない、その代わりその周辺ね、例えばこういうそのメガソーラーとかあるいは風力発電とかやるときには必ず環境アセスっていうプロセスを踏まなきゃいけない。この環境アセスをやる会社とかが、まあ事実上上海電力の傘下、もうこうなっちゃったら全然そのそこの住民が止めたいとか自治体がどうのとか言ったってできませんよ。完全お手盛りですもんね。お手盛りです。それからそのじゃあ、まあ、風力でもね、あるいはメガソーラーでもある程度広大な土地が必要じゃないですか。それの買収とかその土地の取りまとめみたいなことをやってるのは、まあ、事実上上海電力だったりするんですよ。上海電力系の会社、まあ、某牛丼メーカーの重役さんの出現じゃないですけど先日の、こういう状態の方がよっぽどしゃぶ漬けですよね。そうなの、一種のね。そうなの。それでしかもそれを私たちの、まあ、最終的にはその、再エネ賦課金でね、買い取りしてるわけじゃないですか。はあ、彼らに落ちてる売電収入はみんな私たちの電気代ですよ。それで、まあ、上海電力がやってるんだったら当然あのパネルは中国から持ってきてますね。おそらくウイグル人の強制労働の疑いは排除できない製品でしょう。何をか、だからそれでね経済安全保障とか何言ってくれてんのって感じですよ本当に。それでいい場所いい場所いい場所っていうかね、要するに便利な町場って意味じゃなくて、例えばその港に近いとか、基地に近いとか、山の上にあって見晴らしがいいとか、そういう場所がみんなその中国系の、まあ、メガソーラーとか言って抑えられちゃってるわけですよ。これ有事になったらどうすんの。中国は国防動員法あるから、そこまで全部俺たちが接収するって言い始めますからね。だからそういうことを考えたことはあるのかなと思うんですけど、もうだからね結構手遅れっぽいですね、はっきり申し上げて。だってさ、あのみんな言うんですよ、その北海道の人もね、それから九州の人もね、あの私にね、まあ、この人に陳情しましたって言うんですよ。国会議員のこの人に言いましたとか、あの地元の代議士に言いましたとか言うんですけど、何一つ動かないと、本当に。だからもうこれはね、その、まあ、トラノモンニュースでも何でも、もう世論をその喚起してくれませんかと、皆さんに知らせてね、それによって政治家が動かなきゃいけないっていう状況を作ってもらうしかもうしょうがないんですって言うんですよ。でもさ、変じゃない、やっぱり本当に。だから私もね、今その大阪の、まあ、上海電力の先島のメガソーラーまた8年ぶりにやってますけど、今回もこの今日発売ですけどね、月刊花田、はい、橋本徹上海電力コネクションってね、これはね、あの、実はあのちょっとついでに宣伝させてもらうと、今日同じ日にですね、ウィルも出るんですけど、はい、ウィルではあの、ウクライナの、ウクライナ大使に私インタビューしてますので、そちらはそちら読んでほしいんですけど、はい、あのこっちはね、はい、一応その上海電力のことなんですが、まあ8年前に一応上海電力を取材してた、でこの件もテレビで扱ったことがあるわけですよ。でこれもう一度辿ってみたんです、今回演言を、はい、面白いことがいろいろ分かったんですよ。面白いというか恐ろしいというかね、まず一つは、今日すでにですね、実はこの時点ではまだ取材が途中だったんですけど、はい、大阪の市議会議員の前田和彦さんという人が、その後引き受けてまたいろいろこうね発信してくださってるんですけどね、実はこの上海電力のまあ半ばダミーのような役割を果たした新和工業という会社と日光エナジー開発、はい、この日光エナジー開発という会社は会社ができてから1年足らずで入札に参加してんです。つまりどういうことかっていうと、そういった事業の実績がこの会社にないばかりか、納税も1回もしてない感じなんですね。
でつまり税金の滞納こそないけど、それは税金を納めてたことがないんだったら滞納もないわねって話で、そんな会社に果たして入札に参加するその資格要件あったのかって話なんですよ。それでそのじゃあそれはどうなんですかと大阪のね公安局に聞いたらば、まあその当時にその納税を確認した形跡は今のところ見つかってない。だからね、まあいろいろおかしいことあるんですよ。それでね、まあそれだけじゃなく、実はこの原稿の中にまあ書きましたけど、詳しくは読んでいただきたいのですが、はい、あのこの時にですね、8年前にまあいろいろと私たちも取材をした中で、まず一つはね、この上海電力が入ってきた、つまり変わっちゃったわけですね。2社合同で新和工業ってところとその日興エナジー開発ってところがやってたんだけれども、日興エナジー開発が外れて上海電力が入ってきた事業主体として、はい、でしかも事実上もう上海電力が俺たちの事業だっつってやっちゃってるわけじゃないですか、それで上海電力がね2014年の5月に、はい、これから開業しますって言ってお披露目会をやったんですよ。それがマスコミにちょっと出たわけね、でそれで私たちはこれはちょっとまずいんじゃないかって取材を始めたんだけれども、その時当時の大阪市は、はあ、いや我々もテレビを見て初めて知りましたと、上海電力に入れ替わってることをって言ったんですよ、そういうことあるのと、当時も思いましたね。それで今回もう一度その時の記録を見てもらったら、実は契約書には、はい、まあ、こう書いてありますと、これは事業譲渡はできませんと、でも、いろんな、ね、事情でこの事業を誰かが継承するとなった場合は届け出が必要だと、で、でもその届け出がされたのは上海電力がもう今日から事業をやりますよって言ってから2ヶ月以上後なんですよ。そんな後追いでいいんですかと。だってこれ事業主体が変わってしまうというぐらい重大な変更なのに、2ヶ月も3ヶ月も経ってから後で後追いでね届けさえ出したら何やってもいいんですかって、変じゃないですかと言いましたらば、現在の大阪の公安局は何と言ったかと、はい、私の問いに対して確かに変ですねと、つまり普通の役人の感覚で見たら変なんですよこれは。そんな後追いでね許されたことに彼らも首をかしげてんです実は、そのことを書いてありますよ。それであのじゃあこれはねその継承ってことなんですかと、事業を譲渡したことにはならないんですね、会社そのものは変わってないからって言ったら、そうですねと、まあこの人正直な人でね、私の取材に対応してくれた人は何て言ったかって言いますとですね、まあ当時ね、これはだから譲渡ではないというふうに判断したんでしょうけれども、でもはっきり言ってこの、まあ、事業継承が譲渡ではないというのはちょっと自分も分かりませんねとおっしゃってるんですよ、でこれほどの変更ならまあ確かに事前にね届け出をするというのが一般的でしょうねと言ってんですね、だから普通だったらそうするもんなんですよ、じゃあなんでそんな普通じゃない形が通ってたんですかってことなんです、まあそれとまあそういう手続き上の問題もあるんですけど、それだけじゃなく、当時ですね、まあ、上海電力は当時も今も取材に非常に消極的なんです、で今各地で反対運動も起きてるのに反対運動の住民団体の面会要請も一切合わないらしいんですよ、でその非常に消極的な上海電力が8年前に、私たち の, その関西テレビの番組の取材だけ応じたんです、ただしカメラ回さないでくれっていう条件で、その時に我々が会った人というのは当時の上海電力の日本の支社の、代表者ではなく、なぜならば代表者は今社長になったばっかりで右も左もわからないからと、今回のことを全部お膳立てというか、まあ、それに尽力したある大物の在日中国人、この人に私たちは面会したんですよ、で取材したんです、でその人はまあ非常にこう柔和な感じでね、流暢な日本語で、まあ、あのとにかく我々は日本社会のお役に立ちたいんですってことを言ってたんですよ、でも最後の最後に、まあ、いずれはですね、あの電力の送電事業の方も自由化されて、我々も参入できる未来があるんじゃないかと思ってるっていうから、わこれは怖いなと私はちょっと思った、で
そこまでだったんですけれども、実はその私たちが取材した人がですね、はい、まあ、二階さんと大のご実婚、久々に伺うお名前ですね、だったということが私も今になっては分かり、しかも実婚なだけじゃなく、その後トラブルを起こしてるんですよ。ほう、警察沙汰になってるんですね。そこまでですか。つまりだから二階さんとの間でなんかこう食い違いがあったんでしょうね。それで2017年、総選挙のあった年に、当然二階さんその時自民党の幹事長ですけれども、あそこでもうなんか逮捕、はい、その在日中国人の人が、ほうというところまで行くんです。逮捕、うん、でもほうパッと示談になっちゃうわけ。だからあの選挙の年、しかも盛りかけとかをやって結構ね、自民党が、あのいろいろ攻められてた、安倍政権攻められてた時なんだけど、二階さんのそんな事件聞いたことないじゃないですか。そうですね、だから一気に抑えちゃったんですよ。まあ、そういう人物だったと、つまりこの上海電力案件に関わってたのか。でここももう一度ちょっとこの人脈も全部もう一回取材をやり直してますけど、そういう人だったんだなと、はあはあ、それから新和工業というそのパートナーになった会社もですね、ここの代表者もその上海電力の一件があった何年も後にですけど、はい、インサイダーで、あの関係先が調査捜査を受けてですね、ですから、まあ、はっきり申し上げて、なんでそんな人たちばっかり関わってたのっていう感じなんです、はあ、関わってる人がどの人もこの人もえっていう、次々とほころびがね、それでしかもその途中で抜けたって言ってる会社はできて1年足らずですよ、はあはあ、税金も納めたことがなかったかもしれない会社なんですよ、こんなのありえます？だってその事業限定の事業を限定してと、ここではメガソーラーやってくださいって言ってね、市長肝煎りでそう言ってて、そして大阪市の土地を貸しますよってまで言った事業なんですよ。それでそんな変なさ、まあ言っちゃ悪いけど、どうなんですかねっていう、どう考えても奇妙ですよ。でまあ、そんな変築林なことまでしてね、呼び込んだのが、まあ、上海電力なんですけれども、もう今やその上海電力が日本各地で、まあ、旋風を巻き起こしてますよ、それでいろんなところで実はその反対運動が起きていて、まあ、これは上海電力だけじゃないんですけど、実は外資は相当入っててですね、それみんな裏たどってくて中国系なんです。カナダの会社とか言ってるけど、みんな大体中国系なんですよ。でそういうところに対して主に、まあ、日本人がやってるところもあるんですけど、そのメガソーラーの乱開発というのか、はい、まあ、乱立ですね、乱建設、まあ、こういうものに全国各地で反対運動が住民から起きてる。しかし、もうこれはね、住民の反対運動では止まらない。で行政も止められない。地域によっては市議会や町議会が反対の請願を決議したりもしてるんですけど、でそれを国会議員のところ持ってったりしてるんですけど、一切ダメ、動かない、もうこれ大変なことになります。本当止めないと。だからね、こんなバカなんで、脱炭素とかね支援する、だからファンド作って金またジャブジャブ出すぞとかね、本当に岸田さんは何を見てるんですかと思っちゃうね。でもなんか聞くところによると、この上海電力の案件をはじめとした、はい、その、まあ、中国系の、ね、資本が入ってきているメガソーラーに関しては、内閣府特命担当大臣で経済安全保障の担当の小林さんって人がいるんですけど、なんかこの人がちょっと興味を示しておられるというふうに側聞してますけどね。だから小林大臣、ぜひですね、ご興味があるようでしたらば、私は自分がそのね取材とかなんとかで取ってきた素材は全部お渡ししますから、ぜひですね、住民の声もみんな聞いてあげてほしいですね。もう全国十数箇所でしょ。そう、いや、それどころじゃないんですよ。もっとですか。もっともっと、全然もっともっと、だからさっき言ったみたいに、そういう裏で関わってるとかも含めたらもっともっとだし、あるいはその上海電力以外の中国資本、韓国資本、これを含めたらもう10いくつどころじゃ聞きません。おそらくね、メガソーラーっていう風な規模のものの半分ぐらいって言ってもいいんじゃないかな。おそらく中国系韓国系の資本を全部合わせたら4割は超えると思いますよ。そこまでいきますか。だからね、これ本当に何のため、
という感じ、うん、そして地球温暖化対策推進法、そう、うん、何なんですかね、うん、このでも80年代から言われてましたよね。そう、なんか急にこう波のように来ますよね。来ます来ます、それでこの地球温暖化っていうのとね、うん、脱炭素っていうのだって完全にそのなんていうか、まあ因果関係がね、はいはい、証明されてないでしょ。まだ議論の余地がね、うん、それなんでこんなに先走るのかしらね、国際的にね、うん、でそれと脱炭素って言うんだったらばね、例えばそのじゃあ原発はどうするんですかとか、ヨーロッパなんかはまあ原発は認めると、クリーンエネルギーって言っちゃいますもんね、言っちゃいましたからね、うん、だからそういうふうな方向に日本も行くのか、うん、とか、あるいはその、うん、せっかく日本の技術で開発したね9割、うん、まあ CO2 を削減できるというこの火力は、これはどこ行くんですかとかね、うん、いろいろありますよね、もうアフリカの諸国にしてもね、80年代のユニセフの CM とか見てたらもう明日にももう餓死者が何百万人もみたいなこう煽られ方したじゃないですか。煽られた、あの計算通りだったら今頃アフリカ諸国なんか人口ほとんどなくなってる、減ってるはずなのに今増えてるもんね、うん、そうなのよ、うん、嘘でしたね、なんかね、いろいろ印象刷り込まれた覚えがありますよ。私もね、なんか小学校中学校の頃にね、あの一平さんはどうか知りませんけど、これからとにかく食糧難が来るから、はいはいはい、ずいぶん言われたでしょ。言われました言われました言われました、お米余ってんですけどって話なんだよね。あれ何だったんでしょうね、食糧難、でもこれからマジで食糧難来るかもね。石油がなくなるっていう脅しとね、そうそう、あ、石油がなくなる、そうそう、あのオイルショックがあったせいかしら、だからなくなるなくなるって言ってたのかな、あれも全部嘘でしたからね、脅されましたけどね。ここから先はやっぱりどうしても武田邦彦先生の話をお伺いしたくなってしまいますけれども、そうね、うん、まあ、武田先生、まあ、来週会いますけどね。ああそうですか、そうそう、まあ、先生は先生で夏選挙控えてますから、あ、そうですね、ね、そうですね、はい、